画家第一章。ソロモンの画家。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛はどう酒よりも快く。あなたの香油の香りはかぐわしく。あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。 私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を武道酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように、黒いけれども美しい、 私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をぶどう畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のぶどう畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか あなたの仲間の群れのカタワで、私はなぜ、顔を覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。女の中で、最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいのカタワで、あなたの子やぎを飼いなさい。我が愛するものよ、私はあなたを。 パロのの戦車の目馬になぞらえよう。「あなたの方には飾り輪がつき首には宝石をちりばめた首飾りがつけてあって美しい私たちは銀をちりばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう」「王が宴の座についておられる間私のナルドは香りを放ちました私の愛する方は私にとっては このちぶさの間に宿るもつやくの袋のようです。私の愛する方は、私にとっては、エンゲディのぶどう畑にある、変なナの花ぶさのようです。ああ、我が愛するもの、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。私の愛する方、あなたはなんと美しく、親わしい方でしょう。 私たちの長い椅子は青々としています。私たちの家の梁は杉の木、そのたるきは糸杉です。